2軍の公式戦については3月17日に1軍より早く開幕し、3月16日以前は教育リーグという2軍のオープン戦が行っていました。そのため本日の動画では教育リーグで目立った選手、逆に目立てなかった選手を紹介していきます。ぜひ最後までご覧ください。当チャンネルは阪神タイガースについての動画を投稿しているため、ぜひチャンネル登録をお願いします。高山俊。高山選手は教育リーグで14打席に立ち、6安打、1本塁打、1四球、1三振、打率4割6分2厘、出塁率5割、長打率769、OPS 1.269、三振率 7% となっています。秋季キャンプから岡田監督が戦力として期待し続けたものの、紅白戦や練習試合などで結果を残せず、2軍の教育リーグに出場した高山選手は、3月3日の中日戦にて1番レフトとして出場し、ツーランホームランを含む4安打3打点をマークした。高山選手は、すごい悔しい思いをしていたんですけど、こうやってチャンスをいただけたんで、本当に結果を出したいと思っていた。簡単には終わらずというのを心がけました。と話しました。北条文也。北条選手は教育リーグで21打席に立ち、1安打、0本塁打、0四球、0三振、打率0割5分、出塁率0割9分5厘、長打率150、OPS 245、三振率 0% となっています。監督が代わり、勝負の年となる北条選手ですが、21打席でヒットが1本と物足りない成績となりました。ここまで岡田監督から北条選手の名前が上がることがなく、2022年オフには渡辺選手、高濱選手と同じ右の内野手を獲得したことによって立場が危うくなっています。山本康弘。山本選手は教育リーグで20打席に立ち、7安打、0本塁打、1四球、3三振、打率3割8分9厘、出塁率4割5分、長打率444、OPS 894、三振率 15% となっています。北条選手と同じ、右の内野手となる山本選手は、ここまで素晴らしい成績を残しています。2月24日の日本ハムとの練習試合では、岡田監督が見守る中、本塁打を放ったが、なぜかここまで岡田監督から山本選手の名前が上がっておらず、1軍との兼ね合いで、ここまで1軍に上がっていません。高濱優斗。高濱選手は教育リーグで26打席に立ち、6安打、1本塁打、1四球、7三振、打率2割6分1厘、出塁率3割4分6厘、長打率391、OPS 737、三振率 27% となっています。渡辺選手と一緒にトレードで入団した高濱選手は、2月27日に内野手から外野手に登録変更がされました。3戦連続で打点を挙げるなど、持ち前の勝負強さをアピールしています。小野寺暖。小野寺選手は教育リーグで27打席に立ち、8安打、1本塁打、1四球、1三振、打率3割8厘、出塁率3割3分3厘、長打率462、OPS 795、三振率 4% となっています。今季から背番号を97から60に変更した小野寺選手は、教育リーグでは打率3割超えと素晴らしい数値を残しました。また、中日戦では直球をレフトスタンドへ運ぶ、長打力でもアピールしています。中川隼人。中川選手は教育リーグで17打席に立ち、4安打、0本塁打、1四球、2三振、打率2割6分7厘、出塁率3割5分3厘、長打率267、OPS 620、三振率 12% となっています。岡田監督から打撃力を評価され、2軍強化指定選手に選ばれました。捕手として経験させるために、今年は2軍で多くの経験をさせるみたいです。プロアマ交流戦ではライトへ2塁打を放つなど、対外試合でも長打力を見せています。
いつぼひなせ。いつぼ選手は教育リーグで23打席に立ち、6安打、0本塁打、1四球、2三振、打率2割8分6厘、出塁率3割4分8厘、長打率286、OPS634、三振率 9% となっています。プロアマ交流戦などを含めると、打率3割5分7厘と高卒ルーキーながら、素晴らしい活躍をしています。和田二軍監督もいつぼ選手について、内容が非常にいい、と称賛しており、二軍の公式でも2試合で4打席連続ヒットと、5打数4安打で、大暴れしています。高寺望む。高寺選手は教育リーグで30打席に立ち、11安打、0本塁打、1四球、4三振、打率3割9分3厘、出塁率4割3分3厘、長打率393、OPS826、三振率 13% となっています。教育リーグではチーム最多の打席数を誇りながら、打率3割9分3厘と素晴らしい成績を残しています。ウエスタン開幕戦では9番ショートとして出場し、左投手の玉村選手から3安打と結果を残し、足でも1盗塁。守備ではダイビングキャッチを披露するなど、走行守でアピールを続けています。遠藤城。遠藤選手は教育リーグで14打席に立ち、4安打、0本塁打、0四球、3三振、打率2割8分6厘、出塁率2割8分6厘、長打率429、OPS715、三振率 21% となっています。今年4年目となる遠藤選手は、2022年オフにレッドソックスに移籍した吉田正尚選手に弟子入りし、春季キャンプにて行われたシート打撃では逆方向への本塁打を放っています。また、赤星臨時コーチからは走塁面でセンスがあると高評価されています。野口恭介。野口選手は教育リーグで8打席に立ち、3安打、0本塁打、1四球、1三振、打率4割2分9厘、出塁率5割、長打率714。OPS1.214 三振率 13% となっています。いつぼ選手と同じ2022年のドラフトで入団した野口選手は育成選手ながら3月11日のオリックス戦では2打席連続でツーベースヒットを放ち、3月21日のソフトバンク戦でも2塁打を放って支配下登録に向けてアピールを続けています。前川右京。前川選手は教育リーグで24打席に立ち、4安打、1本塁打、0四球、1三振、打率1割6分7厘、出塁率1割6分7厘、長打率333、OPS500、三振率 4% となっています。教育リーグからライトの守備に復帰した前川選手ですが、教育リーグでは結果を残すことができませんでした。しかし、二軍公式戦では4試合で6安打とアピールをし続けています。以上となります。紹介した選手以外にも、片山選手が13打席で打率、3割3分3厘、藤田選手が10打席で打率、0割、土井選手が4打席で打率、2割5分、栄田選手が7打席で打率、2割8分6厘、島田選手が9打席で打率、3割3分3厘、となっています。今回は野手に絞って紹介しましたが、この動画が好評だったら投手編の動画も作るので、ぜひチャンネル登録と高評価、コメントをお願いします。皆さんが気になっている選手をぜひコメントで教えてください。最後まで見てくださってありがとうございます。ぜひチャンネル登録をお願いします。高評価やコメントがモチベーションアップにつながっているため、そちらもよろしくお願いいたします。